見てください。今日は山がめちゃくちゃ綺麗です。美しい。皆さんこんにちは、あやぱんです。本日の動画はちょっと久しぶりにあやぱんの日常しりとり生活、ゆるい動画を撮ってみようと思います。最近はちょっといろんなところを取材させてもらったりとかして、そういう動画を結構上げてたので、利尻の日常的な動画です。今日の日付は3月14日ホワイトデーですね。そしてだいぶ利尻島もね、雪が溶けてきて、あの一周道路はかなり雪解けが進んで走りやすくなってます。来週あたり天気がちょっと崩れそうですが、もうどんどん春に近づいているなーって感じがします。そしてですね、海の幸のシーズンが海藻系が取れる時期になるんですけども、もちろんそれも漁業権ちゃんと取ってる方じゃないと取ることはできないんですが、以前ちょっといただいたものがあるんですけど、海苔、利尻島で取れる海苔、もうちょっと食べかけるからもう袋開いてるんですけど、これ利尻島の海苔です。利尻で取れた海苔を乾燥させて、このように本当おにぎりとかにも使えるようなね、これ利尻島の海苔です。作ったものを漁師さんからいただきました。これでおにぎりとか作ったら最高に美味しいんですよ。本当磯の風味がすごくて、そして海苔って大体四角じゃないですか。なんで丸かっていうと、これもまた利尻ならではというか、じゃん、これちょっとうちのポップついてるんですけども、これがウニを出荷する際に、ウニ、紫ウニだったりバフンウニを中の身を取り出して、この中に身だけを入れて、内臓とかも全部取り出して綺麗な状態にして、このザルにウニを並べて、あの漁業組合さんとかに出荷するんですよね。それで出荷するためのザルです。バケツに海水滅菌水っていう、あの菌のない海水みたいなやつをバケツの中に入れて、このザルを沈めるんです。このウニ入ってる状態で。なぜ海水の中に入れなきゃいけないかと、ウニはすぐ溶けちゃうんですよ。で、溶けないためにあの板状になってるやつは苗板でつけて、身が崩れないようになってるんですけど、ちょっとウニの話になってしまったんですけど、その出荷する際のこのザルを使って海苔を作るんですよね。巻き巣にこう並べて干すのが一般的ではあるんですけど、利尻ではこのザルにあの海苔を乗せて、それで乾燥させて、結構その漁師さんのお家とかではこういう形の海苔を作ってる方が多いです。それで今日のお昼はこの海苔を使っておにぎりを作りたいと思います。ポップが気になる方います？ザルトートバッグっていう書いてるんですけど、なんとそのウニを出荷する時に使うこのザルをデザインしてるチコガレージのオリジナルトートバッグが実はあります。ではちょっと見ていただきましょうかね。こちらがウニザルトートです。この真ん中のが先ほどお見せしたあの青いウニを出荷する時のザルなんです。ちょっとレコードみたいな感じになって、レコードとかジンギスカン鍋とかって言われたりもするんですけども、実はこれはウニの出荷する時のザルをデザインしてます。そして2色展開してまして、茶色と白、白な2色あります。ぜひあのこのトート、すごい作りがしっかりしてて丈夫なんですよ。で、そして A4 サイズとかもぴったり入るので、パソコン、ノートパソコンとかも入ります。はい、ではこの島のりを使っておにぎりを作りたいと思います。おにぎりの中身は今日は梅干しです。
はちみつ入り梅干し、これ私好きなんですよね。はちみつ入りの梅干しが、これはセコーマートさんのです。セコーマート梅干しとかも売ってますよ。ディーン、今日はお塩は岩塩使います。でもこれグリグリやるのどうしたらいい、手にグリグリ。まあもうおにぎりはまあ皆さんご家庭それぞれのおにぎり、丸い海苔だからおにぎり作るのね、ちょっと難しいっちゃ難しいですよね。あ、どうしよう、ボールタイプにした方がいいかな、ボールタイプの方がいいのかな。私実はこの丸い海苔でおにぎり作るの実は初めてなんです。実はもうおにぎりとかにする前に食べちゃったりとか、海苔弁当にしちゃったりし、まん丸にしてみました。どうかな。皆さんのお家では丸い海苔どうやっておにぎりにしますかね。なんかそういうの、うちはこんな感じって島の方も多分見てる方結構いると思うので、丸い海苔を使ってどういう風におにぎり作ってるか、コメント欄でよかったら教えてください。どうしようかな、どうするべき。ちょっと一応こう、こう、こう、どうすればいいんだこれ。まあいいか、このまま、こんな感じ。皆さんどうやって作ってるの。丸が正解、三角にした方がいいのかな。この海苔こうパリッパリだから、ちょっとこう湿度でこうくっつくかな。まん丸のおにぎり作ってみました。これでお昼食べたいと思います。私ぐらいの世代の方、まあ40代より上の方、靴型の人、なんかおにぎりの具材がよく、昔はカレーに添える福神漬けがおにぎりの具として食べてたとかっていう方がいて、すごいびっくりした記憶があって、利尻の食堂でバイトしてたことがあるんですけど、そこでちょっと出してみたりとかもして懐かしいって言ってくれた方もいたり、あとなんか靴型の方だったら、その福神漬けのおにぎり食べるけど、押し止まりの方の人は食べたことないとか知らないとかっていう人もいたり、自然島なのに地域性があるんだなと思って、面白いなって思いました。よし、出来上がり。めちゃくちゃ山が綺麗に見えていて、普段結構雲かかって山頂まで見えない感じなんですが、今日はこの通り、本当雲は一つないと言いたいところですが、雲はちょっとありますが、綺麗な山が顔を出しています。私はですね、この辺りから見る利尻山、写真を撮ったり動画を撮ったりすることが多いんです。ここは道道沿いじゃないので、分かりにくいかもしれないんですけれども、この道から見る利尻山がとっても私は好きです。この白樺の感じもすごいいいですよね。白樺とこの利尻山の組み合わせ、すごい素敵と思っちゃいます。この道はここまっすぐ下に降りていくとスキー場がある場所、こちらの方を突き渡ると見返り大園地に行く道なんです。国保中央病院と利尻町役場の道をずっと上に上がってきた道から左側に曲がるとこの道、スキー場はこちらっていう看板が出てるので、それを目印に曲がられるとこの場所にたどり着くと思います。はい、この遠くに見えてるのが礼文島です。こちらに見える斜面あるじゃないですか、なんかこのセメントのタンクの横の斜面のところに、実はここがスキー場なんですが、今日はスキーの検定会をやっているそうです。みんな気持ちよさそうに滑ってますね。気持ちよさそうっていうか、検定会だからみんな緊張してるかな。望遠で撮ってないのでちょっと見にくいかもしれないですけど、普通に目では一生懸命みんな滑ってるなーっていう姿が見えてます。はい、利尻にはこんな素晴らしい火力発電所があります。一回北海道内がブラックアウトになった時も、この火力発電所のおかげで利尻島は全然停電にならなかったんです。はい、今日はですね、ミミコこと銀杏草と岩のり、島の岩のり、今が旬なんですけど、そちらをいただいて、昨日綺麗に洗って根元の茎の部分、ミミコの銀杏草ですね、
こちらの処理もしたので、これでお味噌汁を作っていきたいと思います。まず昆布だしでだしを取りました。そしてですね、最近はこのかやのだし、こちらを私使ってることが多いんですが、結構知ってる方多いと思うんですけど、こういう感じでティーパックみたくなっていて、これでお出汁取ってもいいんですけど、私はもったいないので中身をそのまま開けて中身をパウダー状で入れちゃいます。こうやって袋を開けて中身このままスプーンで取ってさーっと入れます。まあ適当に、次にお味噌を入れます。今あるやつは田舎味噌、そしてうちの甘酒でも使ってる日本酒の酒粕。お味噌汁に酒粕入れるとすごい美味しいんですよ。栄養価も高いし、これも入れて今お味噌入れていきたいと思います。こちらももう目分量でもう適当です。そしてミミコなんですけど、あまり煮込みすぎると本当ぬるぬるというかネバネバというかそういう感じになってしまうので、本当にさっと火を通すぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。でも逆にそのぬるぬるっとした食感が好きな方はたくさん煮込んでもいいかもしれません。逆に次の日の煮込みすぎてお味噌汁の方が好きっていう方もいるので、ミミコの、うん、うまうまうま美味しいですね。そして登場するのはミミコと岩のり、こちらを適当にザッと入れます。ザッ、あー嬉しい、こんなにいっぱい贅沢、高級品なんですよ皆さん。こうやっていただけるからいっぱい使えるんですけど、いざ買おうと思うとめちゃくちゃ高くて、ほんと島の海に感謝ですよ。刻んでおいたネギ、これも入れます。はい、見えないな。そんな感じで本日の動画はここまで。また見てね。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。年内チャンネル登録者数1万人目指します。皆さんご協力よろしくお願いします。